私の声が聞こえますか？そう、こちらです。いらっしゃい。ついにこの時が来たのね。あなたが生まれた時のことはよく覚えているわ。あの時は私もまだ子供だったけれど、まるでお姉さんになった気分でね、少し大人になれた気がしたわ。もうあれから16年も経ったのね。さて、知っているとは思うけど、ここルイーダの酒場は旅人たちが仲間を求めて集まる。ここにはあなたの旅を助けてくれる冒険者たちがたくさんいるわ。仲間が必要なら私に任せてね。そうね、
これからはさん付けで呼んだ方がいいかしら。Thank you.
くここまで来ら、だが、お、さらばだ。奴らめ、やっつけてやる。金の冠を返すから許してくれよ。なそんなこと言わずにさ、許してくれよ。なありがてえ。よかったですね、兄貴。またどっかでいいアジトを見つけて出直しやしょ。見つけたぞ、盗賊カンダター。親分、奴らが来ましたよ。おっと、こうしちゃいられねえ。あんたのことは忘れないよ。じゃあな。すみません、取り逃がしました。逃げ足だけは一人前だな。金の冠を取り戻せただけでよしとしよう。アリア藩の若者よ、感謝する。その冠はぜひ君自身の手でロマリア王に届けてくれ。これで関所も通れるようになるはずだ。兵士長、それだけではあの関所を通れるようには。おお、そうだったな。私としたことがうっかりしていたよ。あの関所を通るには魔法の鍵というものが必要なんだ。本来であれば今回のお礼にそれを渡したいところなのだが、あいにく私も持っていなくてな。とても珍しい品なのでそう簡単に手に入らないだろうし。それならば聞いたことがあります。確か南の砂漠のピラミッドに
祀られているとか。なるほど、確かにあそこなら。我らはこれから城に戻って山積みになっている仕事を片付けねばいけないのだ。面倒ごとばかりですまないが、無事に魔法の鍵を手に入れられるよう祈っているよ。よくぞ金の冠を取り戻してきてくれた。そなたこそ誠の勇者、一国の国王としてもふさわしい人物じゃ。というわけでどうじゃ、わしに代わってこの国を治めてみる気はないか。そなたがはいと答えるだけですぐにでも王位を譲ろうぞ。どうじゃ。よろしい、ではこれより。